どうも、峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。で、今回はシーズン3の第2話です。で、引き続き経済学者の島田浩二さんにお越しいただき、お話しいただきます。島田先生、よろしくお願いします。お願いします。島田先生のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきます。シーズン3では電力システム改革と PV の未来についてお話しします。で、概要をさらっと私が説明します。で、 FIT 制度で PV の設置量が増えました。で、その約半分がメガソーラーです。で、設置しやすいところにはどんどん設置されていって、で、量産効果で PV の価格も低下して、 FIT の買取価格も下がってきています。で、ただ投資からのリターンが薄れてきているという見方もできます。で、またこの大量導入の課題として、送電網の空き容量が十分でない場合にPV の発電する電力を受け入れると、系統が不安定になるので接続を抑制せざるを得なくなるということが発生しています。で、また新規のメガソーラーの導入にも送配電網に空きがある必要があります。つまり今後の PV のさらなる普及には太陽光発電の開発だけではなくて電力システム改革が重要ということです。で、この電力システム改革の狙いや動向を把握しておくということは、今後の PV の研究やビジネスに大いに役立つと思います。で、前回の第1話では電力システム改革の概要についてお話しいただきました。で、今回は第2話として電力システム改革と再エネの関係についてお話しします。今回のポイントはこの3点です。1点目がブロック間連携強化による再エネ受け入れ容量の拡大、そして2点目が送配電事業の中立運用、これが電力システム改革の重要点の一つですね、によって新電力の系統アクセスなどの障壁を解消できると。そして3点目が再エネ割合の高い新電力の市場参入です。それでは1点目のブロック間連携強化に進みましょう。では、それではまずブロック間連携とは何かについてご説明いただけますか。はい、電力システム改革とは何かというですね、第1話でありましたように、従来改革前は北海道から九州沖縄までですね、日本がブロックごとに分けられて、そこに地域で1社の一般電気事業者がいて、で、その中でですね、需給をマッチしながら、責任を持ってですね、安定供給するという仕組みがですね、供給力の安定化という視点から、このブロックをまたいで電力系統をつなぎですね、融通し合う仕組みを作っていくというのが、ブロック間連携の狙いです。で、例えば、ブロック間で系統を、つないでいくという、視点だけではなくて、日本でよく言われる周波数の違いですね、この東と西で、違うという 50Hz と 60Hz の、そこの系統も、投資してですね、強化しないといけないと、こういったことも含めてブロック間連携を強化していくというようなことです。そうするとですね、例えば風力がすごく北海道でですねポテンシャルがあって、そして九州では太陽光発電がポテンシャルがあって、そして大需要地である関東圏あるいは中部圏、関西圏といったようなところにその需要があるわけですけれども、そこに非常に再生可能エネルギーの高いポテンシャルをですね利用していくには、そういった連携がですね不可欠になってくるというようなことになります。なるほど、例えば北海道と青森の間とか、そういうところも含まれると。そうですね、なるほど。で、次に連携強化で再エネの受け入れ量が拡大するということなんですけども、これが先ほどおっしゃった、北海道とか九州などの発電地と需要地のミスマッチを改善するとか、でその他にもですね、キーワードとして慣らし効果というのがあると聞いてるんですけど、それどういった意味なんでしょうか。そうですね、この言葉は太陽光発電の世界でよく使われるというふうに聞いてますけれども、例えば日本列島ですね、細長くですね、立地しているわけですけれども、そこに北海道での太陽光発電から本州、そして四国や九州まで、さまざまな気象条件で太陽光発電が出力してくるわけですけれども、これを、ある狭いエリアだけ見ると確かに、時間変動が大きくなるわけですけれども、細長い日本列島でそれを合わせて合成してその出力を見てみると、気象の影響もですねだいぶ緩和されて、狭いエリアで見ている時間変動よりは
変動幅が小さくなっていって、うん、まあ、使いやすくなっていくと、これがまあ慣らし効果と言われているようなものです。このスライドでは平準化というような言葉で言ってますね。はい、なるほど。でそしてあの欧州では広域連携がもうすでに拡大しているということでは、このスライドはどのように見ればよろしいでしょうか。はい、これはまあ欧州の一部のエリアの国の間のですね、広域連携の様子をあの矢印で表していて、まあ、矢印の突き刺さっているところが、電気の受け手になるわけですけれども、うん、矢印の太さがキロワットアワーという単位で量ですね、融通の量を表しているということになります。うん、まあ、例えば再生可能エネルギーがまあ非常に普及しているドイツではですね、うん、国内の需要をかなりの割合で賄っていますけれども、うん、時間帯によってはですね、フランスからの電力の輸入に依存しているというのが太い矢印で、見て取れます。同じようなことはイタリアとかですね、まあ、そんなところもフランスからのですね、電力の輸入に依存していると。うん、海を越えて英国なんかもですね、このフランスからですね、輸入しているっていう様子が分かりますので、系統の、まあ、広域化によってですね、それぞれの国が電源構成や、まあ、うん、再生可能エネルギーの出力の、うん、まあ、時間変動とか、まあ、いろんなこと特徴がありますので、それを、うん、まあ、このエリア内でですね、はい、うまく調整するにはこういった広域連携が必要になってくるということになります。あ、なるほど。はい、じゃあそれでは次にポイントの2つ目の送配電事業の中立運用によって新電力の、まあ、系統アクセスなどの障壁を解消できると、このポイントについて、お話しいただきたいと思います。まあ、それを理解する上で、コネクト&マージと、これまあ第1話でも少し触れたところなんですけども、これの概要をですね、簡単にご説明いただければと思います。はいはい、第1話でもありましたように、系統の容量が十分でないと、せっかく再生可能エネルギー、太陽光で発電した出力も、まあ、抑制ということになってしまってもったいない。先ほどのスライドであったように、その系統をまあ広域連携したり、系統そのものを強く太くしたりですね、そういったことで対応していくというのが一つあるんですが、もう一つ、まあ、ルールをですね、見直していこうと、あるいはその容量、空き容量の計算の仕方とか運用の仕方を見直していこうという考え方が非常に近年ですね、議論が進みまして、まあ、一つコネクト&マージというようなことが開始されています。うん、まあ、これは新規、あるいは後発参入である再生可能エネルギー事業者のですね、声も受けながら、うん、国と先ほど出てきた広域運営機関がですね、制度を変えていったということになります。うん、で、まあ、もう少し具体的に言うと、今までの例えば運用ルールが全体の系統の容量が10あったとしてですね、うん、5は既存のファーム電源というところでですね、うん、抑えられているけれども、まあ、5をその何かあった時のために安全を見て、うん、その予備として持っておきたいという、うん、こういう運用ルールがあったとしますけども、はい、時間帯によってはもっと余裕があったり、うん、あるいはここでいう想定潮流の合理化といって、まあ、どういうふうにと潮流をですね、想定するかによって、かなりこのグラフでいうと、その、青いラインが下になっていて、その余力が大きい部分が出てくると、うんうん、そういう、まあ、時間分解をこうしっかり見ていくと、うん、まあ、あるいは時間の流れで見ていくと、うん、かなり容量がある時間帯もあるから、うん、そこはともっとこう受け入れてもいいんじゃないかと。ような考え方がですね、ありますので、そういったことで柔軟に今ある容量を運用できるようなルールを今取り入れつつあるということになります。なるほど。まあ、つまりこのコネクト&マージであれば、設備を増強することなしに運用のやり方でまだ一定量の、まあ、再エネを受け入れることができると、まあ、そういうふうな考え方でよろしいでしょうか。はい、そうですね。なるほど。で次に、系統アクセスの障壁、まあ、この系統アクセスっていうのが、例えばまあ再エネが、電力線につなぎたいとなった時に、その障壁となりうるもののことだと思うんですけども、これについて
ご説明いただけますか。はい、一つは先ほど出てきた系統のその容量そのものが制約があって、アクセスできないと、あるいは出力抑制を受けるというところがありますが、これはまあ一部ですね、コネクト&マージというような考え方で緩和されて、まあ改善しつつあるというようなことです。で、二つ目に、これは料金あるいは使用コストということになりますけれども、中立的にその送配電もですね、運営するとはいえ、その送配電会社もですね、法的に分離を受けたとはいえ、そこもその収支をきちんと取って、送配電網を維持管理、増強していかないといけないという、はい、まあ、中にあって、じゃあそれを所有してない新しく参入してくる人たちにどういった料金でその系統を使わせるかと、まあいった利用料、託送料の設定次第で参入のその容易さが変わってくるということの論点が2つ目になりますね。で、3点目にですね、その系統をまあ強化しなければならなくなった時の、はい、その強化とか、あと運用のコストですね、はい、これは誰が負担すべきかというのも、これ大きな問題になるかと思うんですけども、これはどういった観点で見ればいいんでしょうか。いろんな考え方があって、これまでは改革前は地域で垂直統合されて独占していた一般電気事業者が最終的には小売りで上げた収益を使いながら自分が持っている系統の強化をしていったという、うん、まあことがありますけど、今、うん、法的に分離されてますから、はい、そういったことが、まあ、制約を受けるという中で、うん、今市場に喫緊の課題になっている系統強化のコストを誰が負担するかという、うん、そういう問題ですね、うん、で、原因者が負担する。この場合原因者と、例えば再生可能エネルギーの発電者がアクセスしたいと、でそのために系統を強化したいという時は、原因者が再生可能エネルギーの発電者になるわけですけども、うん、原因者が負担すべきっていうのは、まあ、考え方も、まあ、うん、理論的にあるわけですけれども、はい、しかしこれから伸びようとする、あるいは伸ばさないといけない、うん、その、まあ、小規模な事業者が多い再エネ事業者に全て負わせることがいいのかどうかっていう、うん、まあ、そんな議論もありますし、うん、もう一つ受益者負担っていうのは、うん、そういった系統を強化することで再生可能エネルギーがすごくたくさん入るとしたら、それは国民あるいは消費者に受益がまあ、ある、あるいは将来の世代に受益があるわけなので、もう少しその原因者負担という考えではなく、広くですね、国民にそのご負担をお願いして、場合によっては賦課金のような形でですね、こういったコストもになっていくというような議論もありですね、この増強のコストをどうになっていくのかということは、これからまだよく議論しながらですね、考えていかないといけない大きな論点になっています。なるほど、はいはい、それでは、3点目の再エネ割合の高い新電力の市場参入、これについて、お話を聞きたいと思います。再エネと新電力、これの関係というのはどうなっているんでしょうか。はい、新電力の事業者にたくさんいろんなタイプがいます。いろいろな新しいサービスをその提供する、いろんなタイプの一つとして再エネの割合が高いということを、その売りにする、はい、新電力がまあ一定現れてきているということになります。で、まあ、新電力というのはこれまで、まあ、地域独占したい旧一般電気事業者以外の、まあ、小売事業者のことを言ってますけど、それは例えばガス会社であったり通信会社であったり、あるいは場合によっては地域発のですね、自治体が、まあ、運営するようないろんなタイプのものがありますけれども、特に地域密着とか地産地消とかですね、そういった、まあ、タイプの場合、その再生可能エネルギーのシェアが高いというのを売りにしてですね、地域の消費者にですね、訴求していくということはケースが増えてきていると思います。はい、なるほど。で、それではこの新電力がですね、まあ、これからどんどん、まあ、増えてきているような状況にあると思いますけれども、新電力のチャレンジについてお伺いできますか。はい、新電力が、まあ、抱えているその電力調達というですね、一番の大きな課題ですね、これは、まあ、自分で再エネを含む自主電源を、まあ、一定容量持つと、それから別の発電事業者から相対で契約して調達すると、それから足りない分を市場である JPEX から調達すると、まあ、この3つの手段が考えられます。うん、なるほど。ただその調達価格が高くなると、まあ、赤字になることもあると
いうことで、これは非常に注意が必要ということですね。そうですね、はい。まあ、ただ、はい、この夏はその需要減があって、まあ、JEPX での調達価格がまあ3円という例もあるということだと思います。この新電力のまあ面白いところといえば、その新しいビジネスモデルを持ったものも出てきているということなんですが、まあ、これどういった例があるんでしょうか。はい、例えば住宅の屋根に PV のパネルを設置する、うん、その費用は、世帯向けにはゼロにして、その屋根のエリアを、貸してもらって設置する、そしてそれを、売却をですねしていって、で設置費用を回収する、でそれをいくつかの世帯で束ねて、まあ、市場との取引も含めてビジネスモデルとして回していくというような、新しいタイプのモデルも出てきています。なるほど、はい、それでは、第2話のまとめに入りたいと思います。よろしくお願いします。はい、第2話では広域連携、そして、ケイトアクセス、再エネの利用した新電力と、この3点を紹介しました。まあ、広域連携では、ヨーロッパで進んできたですね、国境を越えた連携の拡大と、まあ、同じように、これまで日本の中でブロックごとにある意味分断されてきた、系統を強化し、そしてそれをうまく運用していくと、ようなことが、再エネのですね拡大にも役に立つと、ような点になります。2点目の系統アクセスは、再エネの場合は後発新規参入ということになるので、容量は増やさなくても運用ルールをですね変えていけば、まだ入っていく余地があると。最近制度の運用ルールも改善してきたというところになります。で3点目は新電力の中でも再エネの、まあ、シェアの高さをですね、売りにしたビジネスモデルがですね、出てきていて、そこを売りにしてそういう再エネの、まあ、電力を買いたいっていう消費者に、まあ、訴求するとともに、まあ、再エネを高く買ってくれるその事業者も現れてきているので、新しいビジネスモデルもですね、できつつあるというふうに理解したらいいと思います。なるほど、わかりました。で今回が、シーズン3の第2話でした。で次回は、電源の脱炭素化の動向について、また引き続き、島田先生にお話しいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、でそれでは次回お会いしましょう。